してたことって何ですか？実は密かに部員を胸の大きさで区別してたとか。グランデ、トール、レギュラー、スモール。じゃあ私が何か喋ってる時にマサヤ先輩は心の中でスモールキャラメルマキアートとか呼んでたんですか？最低です。その辺はおっぱい感出すためにラテの方がいいんじゃない？おっぱいラテとかもうその手のゲームみたいなプレイだよね。私はグランデでしょうか、トールでしょうか。最初から上位2つしか言わないあたり、すでに勝ち組のオーラバリバリだよアスカちゃん。え、私そんなつもりじゃ。勝ち組の人にはわからないんですよね。レギュラーとスモールでつつましく生きていこうね。はーい。あのさ、マサヤ、隠してたことってまさかそれだけ？そっか。いや、あの、ごめん。みんな知ってるから。確かに言ってないけど、バレバレっていうか。部室に来てればわかりますよ、雰囲気とかで。なぜか部室に二人で残ってたり、なぜか一緒に練習する時間が長かったりしてたもんね。飛んでるリカちゃんの姿をじーっと見てたよね。準備運動してるリカちゃんの横顔も見てたな。休憩してるリカさんもしっかり見てましたよ。とてもニコニコして幸せそうでしたね、先輩。あの、それで言うと私もうすうすそうかなと。私は想像でしたけど、お二人のやりとりを見てるとなんとなくそうかなって。それで、さっきの試合であの質問を。ごめんなさい。ちょっと、反応も見たいかなって思っちゃいました。私がそういうことになってしまって。いいっていいって、あげるあげる。合間合間でちょっと返してくれればいいから。むしろ持って行ってもいいぐらいです。幸せになってくださいね。
これからが掘り下げどころじゃないの？新エピソード出してよ、新エピソード。大きく出たね。なんかもうこの時点で私は脱落なんですが。目標を高く持つのはいいと思うけど、これはちょっとコーチの高望みすぎじゃないかな。え？何か小さく書いてある？読めないです、ぼんやりしてて。あ、読めました。高藤を含めて。なんと、いやまあそりゃ一緒に練習もしたし、少しの間だけど同じ部になったりもしたけどさ、なんかちょっとずるいですよね。競馬だと本命から人気5位まで買ってく人みたいな。どんな理由よ。でもそれはもう解決したじゃないですか。リカちゃんは関係ないじゃない。そうですよ、リカちゃんが気にすることじゃないです。ですが。大丈夫ですよ、一緒に頑張ればいいってだけですから。なるほどね。すごくわかります。辛いことも一緒に共有したら人数分で割れますもんね。そういうことなら一緒にベスト4でいいと思います。じゃあそれで決まりってことで。はい。相変わらず面白いことを思いつきますのね。半分ずつというところでしょうか。正直少しばかり唖然としていますわ。大会は学校ごとに出場枠が決められています。つまり学生数が多いからといって有利にはなりません。高藤の子にとっても刺激になりますし、他校の選手を改めて見るいい機会になりそうですわ。両校合同での目標、いい考えだと思いますわ。この佐藤院、部長として承認いたします。
しかし、ただ目標を同一とするだけでは面白くありませんわね。何かもう一つ。いろいろとよく考えるものですわね。ところで、一ノ瀬さんの様子はどうですか？それは何よりですわ。もっとも、このまま居心地が良すぎて高藤に戻ってこないと困りますが。冗談ですわ。今の高藤には彼女のような存在が必要なのです。秋の大会が終わる頃には戻ってきていただきます。楽しみですわ。日向雅也の教えを受けた一ノ瀬さんがこちらに戻ってきてどんなことを教えるのか。ですか？本当に報告のみでいらっしゃったのですね。そうか、高藤と合同でベスト4を目指すか。わかった。頑張れ。わからないことがあれば聞きに来なさい。なんだ？前に言ったはずだぞ。もう口を挟むことはないと。雅也の決めたことだからな。お前は一ノ瀬のコーチをすると決めた時、似たものを感じたからと言っていたな。救えたか、一ノ瀬のこと。そうか、それならよかった。辛いことがあったんだろ。言ってくれないかな。私を信じてるなら。覚えていたか、あの時のこと。気にすることはないさ。あの時はお互いに言葉を持っていなかった。そのことがあったから今こうして一ノ瀬に手を差し伸べられたんだろう。なら、それでいいじゃないか。人生に無駄なことなんか何一つとしてない。今日は雅也に教えられた気分。あ、お前は成長したよ。私なんかよりずっとな。一ノ瀬の件もそうだが、高藤と合同での目標も全ては弱者を思いやった発想だ。それができるのは
相応の経験と優しさを持った人間だけだ。お前はそのどちらも持っている。私はそれを素晴らしいことだと思うよ。むしろ人を育てることについてはマサヤから学んだ方がいいかもしれないな。よろしく頼むよ、マサヤ。距離を置いているのかなって寂しく思う時もあります。もちろん思い過ごしかもしれないですけど、そうですね、軽く注意をされるぐらいでしょうか。とても怖そうですね、それは。今日の話、私嬉しかったです。あれでだいぶ楽になりました。はい、マサエさんには勝ち負けだけじゃない部分も教えていただいて、それがすごく新鮮です。来週の予定はどうしましょうか、マサヤさん。はい、明日ですね。どうしましょうか。
動せずに行きますよ。大きなイベントなどはなさそうですね。イロンモールの周辺も問題なしですね。比較的空いている時間に行けそうです。はい、マサヤさんがいいのでしたら。行けませんでしたか？最後に天気予報はと嬉しいです。見事に快晴ですね。はい、誘ってくれて嬉しいです。大好き。それじゃあ